こんばんは、橋本です。今回はね、何やろうかなと思ったんだけど、白飛びしちゃってなかなか見えないけどね、ヒケとかね、あるにはあるんですけど、これ取っちゃうとモールド消えちゃうからなというところがあって、なかなかね厳しいかもしれない。で、今回はね、何はともあれ、サフね、サフ吹かないと、まあ、あと若干ね、整えないといけない部分はあると思うんだけど、サフ吹かないとちょっと、これ以上は進めないかなという感じなので、軽く全体をサンディングして、足付けってやつね。そうね、マスキングまでいければ、マスキングやろうかなと思います。で、今回はね、サフ前っていうことでね、3M の水色、青っていうのかな、ウルトラファインなのかな、上から2番目のやつ、これの上にグリーンがあるのかなっていう感じだけど、これでいけるかな。ここではね、形状を変えることが目的ではないので、スポンジヤスリを使ってます。ヤスリっていうのは本来硬ければ硬い方がね、綺麗にね形を整えたりとかできるんですけれど、へこんだ部分とかに、まあ、雑にやるとね当たんないので、丁寧にね角とか擦ればいいんですけど、まあ、全体を綺麗にね撫でるっていう意味では、こういうスポンジヤスリとか柔らかいものを使うといいかなと思います。紙ヤスリのメーカーとかね、同じメーカーでも硬いやつとやわいやつととかね出してたりするんだけど、模型メーカーはそんなにあれかな、まあ模型のやつだと、まあどうしてもこの手の柔らかいやつはタミヤかゴッドハンドかみたいな感じになっちゃうのかな。あんまりたくさんは出てないかなと思いますが、喋りながらやるとどこまでやったか分かんなくなっちゃう。目的はね、細かい傷を入れるっていう、この表面のツルツルした状態を1枚落とすっていうだけね。綺麗に整える1枚落とすとかじゃなくて、本当に傷をさらっとねつけてあげればいいかなっていう感じ。塗装がねペリッとめくれちゃったりとかするのを防ぎたいのでっていう意味でねやってますんで、表面のねテカテカしてる部分が見えてても別にいいです。まあ決してね綺麗に艶消しというかマットにしてもいいですけど、傷さえ入ってればね、まあまあそんなに問題ないかなと思います。で、これはねやってもやらなくてもいい。これは何番だっけ、800から1000番とかそのぐらいなのかな。もうちょっと粗めの普通の600番の紙ヤスリとかその辺でやってもらってもいいかなと思いますが、まあ、形変えるほど削らないことね。あとは先に塗ってるコクピットの中とかはねちょっと気をつけてやってあげると。あまり細かいのでやるとね、足付けの効果がねあんまりないのと、こう光にねかざしてみた時にね分かりづらいんで、まあこれでも結構細かい方だけどね、スポンジヤスリの場合はそんなにね細かく番手が準備されてないので、どうしても細かいのになっちゃいますね。
で、こういうね細かいモールドあるとかあるんで、こういうのはね避けて、変にねモールドをちっちゃくしちゃったりとかね、丸めちゃったりとかしないように気をつけながらね。こういう細かいところとかはね、なかなかスポンジヤスリでも入りづらいんで、磨き残しになっちゃってたりするね。もうこういうところはね、かえって紙ヤスリ突っ込んでガシガシやっちゃった方が厚みがあるんでね、逆に薄いやつでやっちゃった方が早いかもしれない。まあ、OK と。そしたらね、さっきパキッとか言っちゃったんで、欲だろうね。欲かな。どこも別にプラプラしてないんだけど、さっきの力のかかり方から言うと、欲かなっていう気がするんで、欲に流し込みを、ちょんと流しといてあげようかな。流すところがない。裏からでいいか。ちょんと。で、そしたらこれのマスキングだよね、問題は。ここは塗らなきゃいけないんだけど、この椅子は塗らなくていいと。椅子なんか後で突っ込んだらよかったね。こういうね、真ん中とかある機体は、っていうかどの機体もそうか。どうせ椅子なんか後から乗せれるからさ、椅子は後からの方がいいかもしれないって感じかな。まあしょうがないのでマスキングしていきましょう。まずこの上の部分だよな。こんなにいらないか。さらに。短すぎた。短いね。むずない。あんまりゴワッとしちゃうと後ろに吹き込めないし、まあ最悪ね、ここは筆でね入れちゃってもいいのかなという気はしてます。まあ OK かな。で、そしたらね、ティッシュをブチッとちぎって、ちっちゃいか。ちっちゃいね。ちっちゃすぎたわ。ピーッと取って。いけるかな。詰めちゃう。でかいわ。調子乗りすぎた。
コックピットはね、結局どうしても後からマスキングしないといけないんで、こういうねティッシュを詰めるとか何かしらの方法でやるしかないです。もちろんマスキングテープ貼るんだけど、まあ貼らない人もいるのかな、わかんないけど、自分はこの上からねマスキングテープ貼るんだけど、デカールとかもう貼っちゃってるから、吹き込んだ時にデカールとかまで汚れちゃうと修復不能になっちゃうから、デカール取り寄せないといけなくなっちゃうから、まあティッシュ入れるって感じ、ある程度ねペイントの部分に色がついちゃうとか、そういうのはね、まあタッチアップとかすればいいかなとは思うんだけど、まあそれもめんどくさいけどね、めんどくさいけど不可能ではないんだけど、さすがにデカールのところにね吹き込んだりとかすると、まあ相当だるいことになるかなと。なのでね、後ろ側なんかここにね、もうすでにこれ内側のパーツだから、そこまでね厳密にやんなくていいんだけど、この赤の部分に乗っちゃうとねめんどくさいなと思うので、綺麗にね椅子もマスキングします。とにかくだるいことになるのは潰していくと、先回りしてね、よいしょ、まあそれでもねだるいことになっちゃうことはあると思うんだけど、まあやるだけやってねだるいことになっちゃうのは仕方ないけど、やれることはやっておく。まあなのでこういうね細かくてうざそうなところほど万全を期すと。はい、ねえ、万全を期して詰めといて開けると、こういうねちっちゃい隙間前の方にできてるけど、こういうところも、まあ、足してあげてもいいし、整えてあげてもいいし、元のやつをね整えてあげてもいいかなと。であとここか、まあ、こんな感じでいいかな。でやっぱりね椅子に吹き込むとうざいんで、もう一回ぐらいやっとく。切ったテープどうせね余ってたりするんで、
後ろ側入れてないね。後ろ側のこのサイドね。まあやり方はね人それぞれ、自分のやり方でいいと思いますが、まあ自分はこんな感じかなと。で裏向きに貼っちゃう、中にね。どうせね少し段差があったりするんで、まあこんな感じかな。だからあんまりね厳密にマスキングっていうのはね自分はしてない部類に入るのかな。ちょっとね筆塗りでいくべきなんかなってちょっと悩む感じもある。まあやんないけどね筆塗りは。どうしてもねエアブラシがあるとエアブラシでやった方が均一になるんで、まあこれぐらい面積があるとねどうしてもエアブラシで拭きたいってなっちゃうよね。エアブラシ持ってないんだったら別に無理せずねマスキングして筆塗りとかそんな感じでいいんじゃないかな。閉じてあげると。見えてた？こっちの縁とこっちの縁に貼ってあげて閉じてあげると。ちょっと突っ張ってんな。一旦こっちはこっちで貼っちゃおうか。で、閉じてあげると。まあこんなもんでええやろ。なんかいい方法ある人いたらね教えてほしい。本当にどうやんのって感じだよねこれね。まあいいでしょ。で本当はね研いだので水で洗いたいんだけど洗えないので水溜まっちゃうんでねアルコールをね染み込ませたティッシュで拭いちゃいます。水で湿らせるとね乾かないんでなかなかねさっさと塗装しちゃいたいんでアルコールで拭いちゃいます。ただのエタノール。今回使ってるのは無水。別にどっちでもいいですけど無水の方が乾くのが早いかな。
ただし、拭いたから完璧っていう話ではなくて、こういう隙間なんかはね、歯ブラシを使って取ってあげる。で、大まかにね、全体にもかけた方が、さっきのティッシュなんかはね、なんていうのかな、毛羽がね、ついちゃう可能性あるんで、毛羽を落とす意味でも、全体ざっくりいっちゃいましょう。こんなに几帳面にやる必要あんのかと思うんだけどね、ほこりが乗っちゃうとめんどくさいので、でまあこれでね、エタノールとか水分でね張り付いた分の毛羽は落とせたかなと。ふわっと乗ってるホコリはこれね、チークブラシ、うまげのブラシねを使って、まあ、落としてあげると、腰がねまあまああるんで結構ね落ちます。でも結構高くてね、こんなので、こんなのじゃないと買えなかった。普通にさ、女の人が使ってるようなブラシだとさ、2000円とかすんのね、うまげだと。まあナイロンとかはね安いのあるかもしれないんだけど、ナイロンとか逆に静電気出そうだからさ、やっぱうまげだよね。うまげのハケとかね、なんか絵画用とかで大きいのあればそれでもいいんじゃないかなと思うんだけど、そっちはあんまり見かけたことがないので。よし、 OK じゃないでしょうか。で最後はね、塗る直前にねこれで剥き取りますけどね、タミヤの静電気除去ブラシで。そしたら串をどうしようか、この辺切りか、これだったらまあまあ持てるかなってことでね、まあ今だいぶね明るさを落としちゃいましたけど、まあこんな感じと。まあ一応これで塗れるかなと思います。まあこれからね塗るんですけれど、マスキングが剥がれないうちにね、まあ結構長くなっちゃったかなと思うので、動画は次回になるかなと思います。この動画面白かった、また見たいっていう人はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。 Twitter、インスタ始めてますんでね、もしよろしければフォローの方もよろしくお願いします。本日はこれまで、また次回の動画でお会いしましょう。